こんにちは、カンザキチャンネル、カンナです。いえ、さあ今日はですね、さあうちの大好きな、見えねえな、こっちか、あ、こっちも見えねえな、はい、バーガーキングです。はい、じゃあバーガーキングで今回は500円で2個っていうのやってるんで、それを全種類買ってみたいと思います。おい、じゃあまあちょっと店内で食べるにはなかなかまだちょっと危ないかなと思うので、じゃあ持って帰りましょうか。じゃあカンタマキチャンネル始まるよ。よいしょ。はい、さあこれ何ですか、もう食うのか、もう食うのかはい、ちょっと帰るまで時間がかかるんで、ちょっとカンナだけふと、いや違うな、うん、ふと、いや違うな、なんでもないよ、うん、ね、カナダだけちょっと先にチョコサンデーを食べてます。これ好きだね、お前、バーガーキング来たら必ず買うね。うん、美味しいか。あ、じゃあちょっと帰るまでこれ食ってください。じゃあ帰ったら買ってきたのをレビューしましょうか。はい、グッド、うん、よし。はい、さあ買って帰ってまいりました。はい、今これ揉めてます。なぜかというと、これ、まあ、なんだっけ、500円で今回2つ買えるんですよね。で、この500円で2つずつ買ってきたんですよ。で、1つなんか300円にすると、300円プラスすると、セットになるっていうので、はい、セットのポテトですね。はい。で、かんなちゃん、コーラ頼みましたね。頼みましたね。言ってたよね。あんだけいろいろ考えてコーラを頼んだんですけど、コーラ入ってませんでした。はい、レシートだとそっち捨ててきたの。でもあれでもだけど、捨ててきたのそのまま223番だったから、この野郎。まあいいや、白石店毎度毎度ダメだな、あそこまあいいや、諦めて。だって取りに行くのめんどくさいし、コーラだけ持ってこいっていうのもどうかと思うし、うん、次文句言ってやるわ。大丈夫、言わないから。でもね、バーガーキングちゃんと考えろよ。はい、じゃあまあいいや、進めていきましょうか。はい、さてと、何か食べてくる、開けて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 、もうコーラのことでちょっともう頭がいっぱいか。え、まずどうする、スパイシー調合する、味濃い。いや、スパイシーじゃない人がいい。あ、じゃあスパイシー、はい、いけ。って感じの、多分スパイシー。はい、スパイシー、いけ。スパイシーバッパーです。はい。お、お、お。あ、はい、はい、はい。はい、中身は辛いんじゃないそれ。はい。チリっぽいね。うん、スパイシーいけ。え、どうやっていくの？ん？こう。トマト嫌。あ、なに？あ、困ったな。じゃあ、用意して。じゃあ、食うのやめろ。トマト嫌だっつったの今。うん、トマト嫌だっつった。どう？美味しい？辛い？美味しい。めっちゃいい顔したね。でもなんかね、最近なんか、あの好きな玉ねぎ、多分玉ねぎだと思う、これ。あ、玉ねぎだね。あ、すごい。これが何？ワッパージュニア。うん、あの、いや、違う。スパイシーワッパージュニア。スパイシーワッパージュニア。はいはい。で、ワッパージュニア。めっちゃうまい。おお。じゃあこれ置いときましょうか。はい、次行きましょうか。カンナ。順番に食べて、どれが美味しいか教えて。うん。はいはい、これがこれチーズだわ。あ、チーズだね。はい、じゃあ、チーズ好きなんじゃないかな。ワッパーチーズジュニアです。やった、やった、うん、さあどうでしょう。まだいいよ、ちゃんと食べて、噛み締めて。うん、うん、ほお、二口目いった。チーズかい。あ、それも何、玉ねぎ結局玉ねぎは伸びんだね。他のさ、バーガー屋さんと違うのって玉ねぎ入ってんだよね、うん、割と。で、カナ大好きだから。チーズでーす、美味しい。お、めっちゃ震えた。はい、いいね。はい、最後テリヤキワッパージュニア。なんで今ドンキーコングみたいになった。テリヤキ。あ、ごめん、なんかあんま見えねえな。これもかな好きだと思うよ。あ、美味しそうだね。うん。さあ行ってみろ。なんで先が食わしてもらってるの。
いてないよ、大丈夫だ。いやうるさい、お前それぐらい食えや、ちゃんと。また玉ねぎ、トマ、はっきり言ってパウダー、トマト入ってなかったら嫌なぐらいのぐらいだからね、うん、ハンバーガーに。おいしい、お全部うまいでしょはい、じゃあちょっと今度決めといてよ、好きなの。パパもちょっとママと食べてみましょうか。はい、照り焼き、はい、照り焼き、うん、でもどれも美味しそうだもん。どう、美味しい、うん、めっちゃ口にマヨネーズついてる、こんなに食べ方あるんだね、うん、あ、もうそういえば残念なことにもう椿は寝ております、うん、まあね、夜食で食べてんのと思うじゃないですか。まだそんな時間じゃないです、まだパパ夜飯食べてないですはい、どうぞ。あ、チーズだね。あ、チーズ、あ、っていうかみんな食べてないもんね、夜ご飯ね、今日は、うん、うん、うまい、うまい、これとうまい、お前めっちゃ口の周り汚いねはい、うん、で、おいしい、それが何、ベーコンワッパー。ベーコンワッパーなんてないよ。 あ、そうまたね、僕あの人のあれですから、ミスは許せないですからベーコンワッパーなんかないよ。今ちょっともう一回巻き戻して聞いてみてくださいはい、どうぞ。スパイシーだよ。スパイシーですね。あ、結構これもマヨネーズ入ってんだな。だから最近マヨネーズなんか恐怖だからな。はい、うん、はい、じゃあ缶つばき的今回の500円バーガー、どれを、まあだってね3種類だから、うん、500円なら2個しか買えないからね。じゃあ第3位から決めてみましょうか、うん、でもコカ・コーラの恨みは忘れないぞ、うん、行きますよ。第3位決まってるかな。はい、じゃあみんなで行きましょうか。じゃあ指さしてくださいね、まだよ。で、せーので行きます。せーの、第3位はこれ。あ、おえマジかはい、これ何、スパイシーよ。あ、スパイシー、うん、まあ全然まずいとかじゃないです。うん、美味しいなと思うけど。変なこと聞いていい、うん、ワッパーってどういう意味なの。わかんない、多分ワッパーってこういうこの形の話をしてるのかなと思ってるんだけど、これ、うん、これ知ったかだったら申し訳ないです。ワッパーちょっと後で調べてこう。ワッパーって何なのかな。このハンバーガーとかこういうなんていうの、積んでいくもののことワッパーなのかなと思ってたんだけど、うん、じゃあハンバーガーは全部ワッパーってこと。いや、なのかなと思ってで、それもそのだからあのバーガーキングの総称なのかなとか思って。うん、はい、さあ行きますよ。次は第1位です。え、1位いきなり、はい、だって2位決めたら1位決まるでしょ。ああ3位がこれでした。だから選ぶとしたら、かあの缶つばき的にはテリヤキかチーズか。テリヤキとチーズを500円で買ったら喜んでもらえるんじゃないかなって感じかな、うん、でしょ、うん、でその中でも例えばじゃあ500円で2種類じゃなくて1種類だけでいいよって場合もあると思うんだよ。ああ、そう、うん、だよね、うん、その場合じゃあ第1位を発表します。よろしいでしょうか、はい、まだですよ、まだ指さないでくださいよ、じゃん、第1位を指さしてください。どーん、あ、これ本当にあれだね、美味しい、でも、うん、チーズが一番パパも美味しいと思う。やっぱチーズの味とトマトトマトの味ね、それがね、あの相まってめっちゃ美味しかったかなと思います。美味しい。まあこんな感じでよろしいでしょうか。じゃあ第1位は何、これなんていうの、チーズ、チーズじゃないでしょ、ワッパーチーズ、ワッパーチーズジュニア、これが第1位でした。もしよければこれ2個で、まあ、2つ選ぼうかなって言ったら照り焼きか、もしかするとまあまあうち的にはもちろんこれが一番うまいって人もいるよね。ベーコン、なんか辛いの好き、うん、いや辛いかな、はい、まあどれもあのトマト入ってて美味しいんですけど、まあかなりどれもどれ選んだってうまいけど、うん、まあもしよければまた食べて、うん、はい、って感じです、はい、じゃあ締めましょうか。なんかグダグダになっちゃったな、パパの話が悪いわこれ、うん、はいはい、グッドボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。コーラー、次の話してください。バイ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 、はい、ネチネチしてる、はい、札幌シャレオイ支店、コカコーラ忘れんなよ以上です